アウトバーン1は、スイスの高速道路。スイス北東部のザンクとマルガレーテンから、南西部のジュネーブを結ぶ、スイスの主な東西の軸となる路線である。全長 383km であり、本線の他に、A1R、A1H、及び A1 リットルなどの支線を持つ。国道1号線とほとんど合致し、1986年までは、 N1 と表記されていた。1956年にスイスの交通網を充実させるべく、東西を結ぶ自動車道路の建設を求める国民発案が提出され、これがスイスにおける高速道路建設の発端となった。これにより1962年5月10日、グラウホルツに N1 の最初の区間が開通した。約8キロメートル余りのこの区間は、 ソリコ編にあった、機関道路のバイパスとして、渋滞を緩和する効果があった。1964年5月1日には、ローザンヌで開催されていたスイス博覧会に際して、ジュネーブローザンヌ間の 60km を結ぶ、最初の長区間の N1 が開通した。さらに1967年の5月10日には、オエンジンゲン噴泉ンュビル間が完成し、さらに N1 は延長していった。 この時点ベルンからレンツブルクを結ぶその距離は 84km に達しており、スイス国内では最長の連続した高速道路になっていた。1967年8月16日には最初の休憩所がケリッケンにオープンした。当初人々は高速で運転することに慣れていなかったため、開通後のペンテコステには、 追突事故が多発した。またその他にもガソリン切れによって止まってしまった車もあり、警察は多くの人々を助けなければならなくなったという。1972年12月1日にはビューレンロスに休憩所が作られた。これはその当時では世界最大のブリッジレストランであり、全長140メートルの商業区画には16の店舗が並んでいた。 その形からフレスボールコンと称された。1985年に中立比の北部にバイパス道路ができると中立比の人口密集地域を高速道路によって東西に結ぶことができるようになった。当初の計画では N1 は中立比市街を通り抜けて作られる予定であったが住民の反対によってこの計画は頓挫した。そのため 北のバイパスが完成するまでは一時的にハルトブリュッケを経由していた。なのでバイパスの建設によってチューリッヒの交通が改善されたのである。1996年にはナッシュナルストラッサの N からアウトバーンの A へと頭文字が変更された。これはヨーロッパの他の例に習った形である。2001年4月5日、ムルテンイベルドン区間が開通した。 この区間は長らく周辺住民の強い反対によって建設が遅れていた区間であり、1990年4月にはその運動が最高潮に達していた。誘導路を通してミリテールドペールヌ飛行場の第五格納庫につながっており、必要に応じて離着陸のための代替滑走路として利用されることが想定されていた箇所であるが、 実際は高速道路の建設以来このような用途で使用されたことはない。2003年に3番目のベイレクトンネルが建設されると、この地域の渋滞は比較的軽減されたものの、グブリストトンネルは新たな渋滞多発地点にしては依然として古いキャパシティのままである。一方、2009年から2017年には、アーラウイコール西インターチェンジから、 ビルアージャンクションの間の数カ所のインターチェンジが延長された。これによってこの地域の交通が緩和されることが期待されている。アーレ川に架かる橋とともに4車線から6車線に拡張され2015年に開通した。この区間では A1 と A2 が共通の道路を走る。計画によると2022年から2030年に かけて、ルターバッハとヘルキンゲンの間の区間は6車線に拡張される。ジュラ山脈南陸のこの地域には東西を結ぶ高速道路が A1 しかないため、この区画は交通量が非常に多い。したがって、この計画は地域の交通改善の一助になるはずであったが、2019年8月14日には、計画地域に住む農家による反対運動が起きた。そのため、 2019年9月現在、約200人の反対派と係争中となっている。中立地区は A1 の交通量が特に大きい箇所であり、実際にいくつかの区間では交通量のキャパシティを超えてしまっている。前述の通り、過去にはベーレクトンネルが交通型の地区であった。ビルアージャンクションからリンマタールジャンクションを結ぶトンネルで A1 と A3 が共有する区間であったのだが、他の地域では、各方面につき3車線が確保されていたのに対し、2本のベーレクトンネルには2車線ずつしかなかったのである。よって、ベルン方面の車線に新しく3つ目のトンネルを建設し、従来の2つのトンネルを中立比方面の車線に割り当てることで、このボトルネックは解消された。しかしその後、今度は、 グブリストトンネル付近が新たな交通型の地域となってしまった。このトンネルはチューリッヒのバイパス路線として作られたもので A1 と A4 で共通するトンネルにもかかわらず、やはり2車線ずつの設計であった。従って2016年6月6日からチューリッヒ北部のバイパスの拡張工事が行われている。w i k i デ e d i a ンズにはアウトバーン1に関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。